お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、初手最強戦術はドイツだ選手権パチ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 というわけでね、初手戦術最強を決めたいと思います。初手ゴレとか、初手エディゴレとか、こうね、初手ホグとか、こういろいろあるじゃないですか。一番最初に、もうすぐね、攻める、ような技というかがあるんですけども、こう、皆さんもね、やったことはあると思いますし、やられたことももちろんあると思うんですけど、一体どの初手技が一番こう、されると嫌なのかというか、何が強いのかっていうのを、僕がね、今日審査員として、はい、見極めていこうかなと思います。というわけで、5つのね、初手戦術代表をね、今回準備いたしました。一つ目はもうね、これ、もう優勝候補、初手エリゴレでございます。もう初手からエリゴレヒーラー、ダクネでもレイジでね、家も全無視でキング行くデッキですね。はい、最近でもエリゴレ全然見ないんで、ちょっとね、これは疑惑なラインでもありますが、まあ圧倒的ね、前々シーズンとか、まあ2、3シーズン前でありますが、シーズン終了8時間ぐらいでね、6時間前かな ?6 時間前で、このね、初手エリゴレだけでトロフィーを600か800ぐらい上げて、世界1位にね、行った人もいたというね、世界1も取れる、可能性しかないエリゴレ。そしてナンバー2、まあ、初手ゴレですね。はい、初手、スミックゴレ出して、後ろダクネ出して、はい、もうポキポキと、僕がね、すごい苦手とする、されたらすごい嫌なデッキです。で、ナンバー3ですね。これはね、僕よくします。初手ラバーデッキですね。ラバーもね、こうやっぱ初手ラバーはこうちょっとゴレと一緒で卑怯だっていろいろ言われてるんですけど、まあ初手ラバーして逆サイ来たのをまあね無視するか、まあ、ババで守るかでバルーンつけるだけみたいなね、さあ初手ラバーでございます。そしてナンバー4、これはねちょっとねあんま見ないかもしれないんですけど、初手ランバーバルーンですね。ここもうセットでいきます。で初手ランバルされるじゃないですか。対空がなかったらもうその時点でねタワー1本折られるという、まあ、最強かつ最低なデッキですね。なんなら相手に施設プラストルネードがあれば、それだけでね、金起動されて大ピンチになるというね、それで賭け戦術なんですけど、非常にね、可能性はありますと。そしてね、ラストでございます。さあ、これはね、初手バレバレ戦術でございます。前に一回ね、動画に出したことがあるかもしれないんですけど、まあ、初手ね、スケバレープラスゴブリンブレイ。これも、まあ、相手にね、初手ウッドとかがなければ、もうそれだけでタワー大ダメージと。いうようなデッキでございます。というわけで、5つね、まあ、重量級から軽量級まで用意いたしました。というわけで、まあ、順番にやっていこうかな。まあ、どれからやるかはすごい悩むんですけど、まあ、とりあえずやっぱこう、代表ですね。初手戦術代表のエリゴレ君でね、やっていきたいと思います。で、今回のこの企画は、こう一つ危ないラインがあって、初手の4枚は選べないんですよ、僕。さあ、初手これ行くんですけど、なんで今回エリゴレがあったんでよかったんですけど、これなかった場合、こう終わるんですよね。いや、そういった企画です、本当に。なので、初手来なかったら、もうその時はもう論外と、はい、いうところで、ぶっ破していきたいと思いますね。で、これはもうね、インドとかまでつけちゃって、さあ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 、で、レイジをしちゃって、よいしょー、相手ポイズンとかやってますけど、僕のね、このヒーラーの前には無意味ですよね、と。いや、初手エリゴレ皆さん、非常にね、素晴らしいでございます。これやばいな。低評価はもう押さないでくださいね。ボコボコにされる可能性もありますからね。さあ、とりあえず1本はまず折ることができました。今回相手はハンター、トリトン、ポイズン、エレキとなったら、まあ、メガナイト、スケラデッキの可能性はありますね。まあ、とりあえずこれはもう、ペッカでしたね。普通にね、逆サイ組んじゃって、インドで焼きたいっすよね、あれは。インドラで処理して、なんで、エレキの追加とか来ると、すごい僕としては嫌っすね、ここで。エレキ追加来るとワンチャン終わる。まあ、ヤナアメがありますね。さ、ここ相手はスケラ打ってくる。ヤナアメで、さ、緊急回避。相手はこれはもう捨てたな。さあ、これはこれは多分決着がね、つきましたよね。一応このね、ヒースピをね、添えてあげることによって、このユニットたちも全回復と。いうわけで、まあ、さすが優勝候補と言わんばかりの強さでしたね。初手エリゴレ。久々にエリゴレ使いましたね。全然使ってる人今いないんですけど、まあ、可能性はないこともない。なんならシーズン終盤ね、皆さん、こう、ちょっとトロ沼ったって方は、ぜひね、初手エリゴレで世界一目指してくださいと。いうわけで、さあ、次は一旦高回転いきましょうか。ナンバー2の、コカッちゃんでございます。初手スケバレバレルですね。さあ、いきます。
これ相手にもうウッドもトルネもなかったらこれだけで大ダメージと。さあさあトルババからのクエイク、怪しいですね怪しいですねこれ。まあ相手にタルババねあった、そしてクエイクで綺麗に逮捕されてしまったんですけど、まあこうなると初手戦術としては、まあ、成り立ってないですから、もう、まあなんか三角ですよね。はい、まあ相手にクエイクを使わせられたっていうのはでかいかもしれないんですけど、まあ初手でねこうやっぱ一本折れるというか大ダメージ与えられるっていうところにはまだねたどり着けてないので、まあこのデッキとしてはまあただただ今から試合をしていくよねっていうさあ、まあですが皆さん今相手はねそう回転でね追いつけないんですよ。さあこれはもしかしたらもしかしないそう今からも普通の試合をしていきます。さあ相手はしかも巨ロイですね。巨ロイクエイクプラスのタルババで、あとハンターがあると思いますね。でスケバレとかゴブリンバレルってハンターで完封されちゃうんですよ。まあそれがすごい嫌ですが、インフェとスケアミとかフキアとか僕めっちゃ枯渇枠今回多いんで、正直なところ普通に勝てそうな気がしてます。これもなんならこう攻めてあげたいですね。今これタルババとかないんで、まあハンターが出てくるけどこれだって普通に止まんなくねっていうそんな感じですね。あのトリトンは正直なところ嫌ですね。ああウッド連盟できると思ったら無理でした。さあこれはハンターは攻撃すんな。ああバカ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 痛いな、まあ、単純に勝ちたいですね。どうしましょうか。まあ、スケアミ結構強いと思うんですよね。インフェにクエイクってスケバレとかにタルババ使うじゃないですか。でこうですね、もうガンガンいっちゃいます。ガンガンいってスケアミで守ってあげて、でロイジャイにはインフェかな。まあ、クエイク打たれても結構守れると思うんですよ僕の中では。どうなんだろう。とりあえず隅っこ吹き矢固定してあげて、あと相手は吹き矢を処理できないんでね。でデリバリー最強ですね。オッケー、まあ、守ることはできてると、まあ、問題は僕のね攻撃が刺さんないっていうところにあるので、いやこれ吹き矢が吹き矢が、いやーお前ナイスすぎるやろ。よしよし、でここはあ待って、ナイトがサボった。で今タルババ使ったっすね。なのでスケバレプラスのまあなんかあれが来るんですよね。ハンターが来るが攻めちゃって、さあ、キョスケをね、早めに溶かします。こう、タルババは回んない。お、待って、スケが、悪さしろ。いや、まあまあ、でもなんか、めちゃくちゃいい味でしてますね、スケアミ。で、今回クエイクなので、まあ、このデッキはね、で、このインフェをね、突破することは相手できないよねっていう。で、タルババは今回使ってないので、まあ、一回ね、まあ、ちょっと、我慢しちゃってもいい気もしますよね。まあコストが溜まったんで、ここはタルババを使ってっていうような感じの攻めをしますが、相手が全然タルババを使ってこない。ウッドで全部剥がせれる、で最悪デリバリー戻せれると考えれば、いや余裕か。さては今回の対決一本もう初手じゃねえしっていうねマジで、まあまあまあちょっとこの後のね残り3つもちょっとね楽しみにしてもらえるとすごい嬉しいんですけど、さて一応クエイクを警戒してこのね高めの位置に置いていきます。相手のクエイクが外れていく。でスケアミとかも出しながらもうレッツパーティー。これはね止まんないんですよ普通は。そうさあタルババを使ったぞ。フキアが入る、フキアじゃなくて普通に入る。でここ延命してあげつつ、でここでねスケアミとか出すともうこれにね相手はクエイクとか打っちゃうんですよね。いやそうなんですよね。でタルババを回んない、入るぞ。いやまあまあ入るがちょっと怖い。あのエリクサがね無駄になってるのが良くないですね。あめちゃくちゃいいそれは、まあ、デリ落としてあげて、よいしょよいしょ、おい、いや怖い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 、いやめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。でもゴブリンバレルにスケルトン、あれですね、タルババを使わせたらもうね僕の吹き矢とかスケルトン部隊が生き生きしますので、さあ攻めウッドもしつつ、さあゴブリンバレルも飛ばして、さあこれはねグッドゲーム
というわけで、まあ、初手バレルとしては、そこまで成り立ちはしませんでしたが、まあ、デッキとしては強いよね、と。初手失敗しても、その後ね、全然こう、立ち直れるっていうのが、このデッキのね、まあ、強みというか、まあ、安定できますよね。初手ゴレとか初手エリゴレは、まあ、ゴレまでやってないんですけど、初手エリゴレとか、最初にね、こう、組んで、もうなんか攻めきれなかった時に、もう逆サイ折られてるとか、まあ、なんかそういうことがあると思うんですよ。まあ、でも、枯渇とかの場合はね、こう、そっからでもすぐにね、調整できるので、まあ、リスクは少ない。はい、優しい。あ、論外ですね、これ。初手ゴレがないっていう、もう、この企画に反してますから。どうするこれ。さあ、そして相手は、ザッピープラスのゴブリンの檻なので、新鋭対ロイフグですね。もう終わってくね、ちょっと待って待って待って。本当に。どうしてやろうか、こいつ。やばいっすよね、本当に。いや、これでもダクネ残るんで、コウムリ残るんで、もう許容してあげて。これね、ちょっと、おこですよね、僕は。初手ゴレよこせっつってんだろーい。さあ、あれめっちゃアンガ入ってんな。あれあれおぉ、すごい入りました。いや、これ、何も来なかったら無視したいなーっていうか、なんか無視したいっすよね。いきまーす。いや、これですね。で、ゴレは真ん中のキングラじゃなくて隅っこに出した方がいいですね。なんか、なんて言うんだろう。なんかあります。はい。まあ、トルネでキング起動できないとか、まあ、あとはトリトンでも気持ち釣られにくいとかなのかな。まあ、釣られますけど、結局は。まあ、なんか隅っこに出した方がいいですね。とりあえず。で、もうこれなんか、ユニット足してるだけなんですけど、あのホバすごい嫌だな、あの位置。これ、いやー、さては赤身取るね。ベビーの範囲で入ってる。で、ファイブをやられるが、うちのダクネは強いよと。よし。さあ、これで、まあ、1本取れましたね。で、僕は、もう一回初手ゴレというか、ケツゴレか。もう初手ではないですね。ケツゴレをして、逆サイゴレ組むだけですよね。で、これ、一個回さないといけないんで、これで回して、さあ、ゴレダクネ、ランバーを組んで、勝ちに行きたいですね。新鋭隊結構安っすね。で、これ、あそこの、うわ、それやだな。うちのダクネがね、こう、しばかれるのちょっと許せないっすよね。さあ、まあ、ランバーとかも足してあげつつ、いや、これは来たんじゃないでしょうか。相手絶対きついっすよ。これ、ライトなのかな。ライト打って、よし。いや、全部いなくなっちまったが、いや、コウムリ頑張れ。いや、コウムリが刺さる。で、冷静になると、多分これ守れる。ここに来て、冷静。いや、守れると思うんですよ、これ。いやー、待って。間違っちゃそっち側を射抜いてくる。やばい。いや、でもベビーに行く。ファイブ？いや、耐える、これ。分かった。おい、バモーズ。というわけで、さあ、初手ゴレも、まずまずの結果とか言いたかったんですけど、初手ゴレできなかったので最下位と。さあ、そして続いてね、残りラスト2つ、初手ラバと、初手ランババルンでございます。さあ、まあ、初手ランババルンの方ね、行きましょう。全然マルチ勝てなかったんですけど、プライベートでマルチやってる時。なんかこの初手戦術やってるだけでトロがね、上がっていくと。いや、冗談抜きで強いですよね。初手戦術。若干なんか運要素も含まれてはしまいますけど、どうなんですかね。前半だったらこう、そんな相手の攻めも来ないので、ね、やっちゃっていい感もありますけどね。なんか最終的にはどうなのっていうラインですよね。こう、初手ゴレ、初手ラバ、初手ホグ、初手なんかはね、どうなのっていう。すごい際どいラインですけど。まあ、クララっていうゲーム上、勝てればいいので。勝てればいいので。まあ、勝てる可能性はもちろんありますけどね。若干要素も出てくるんじゃねっていう。さあ、初手ランババルーンいきます。コウムリを回せばできます。いくぞ。これね、僕の中で優勝候補なんですけどね。なんかコウモリ出てきたんで、これちょっと待っていいですか。コウモリだけちょっと、あ、ちょっと待って。俺に初手やらせて。本当に。まあいいや、ここで守って、これでバルーンつなげますね。これで初手ランバルってことにしてみんな。で、ハンターとかに雪玉打ってばいいと思うんですよ。ハンター来るぞ。あ、ハンターがいない？コウモリか？
いや、めっちゃいい雪玉した気がしたけど、あれ？なんか、なんかあれだな、綺麗じゃねえな。なんか所定頑張るってもっと始まった瞬間にレッツゴーじゃないですか。なんだこれは。俺はこんなのがしたかったんじゃない。まあまあまあいいか。よし、今のも初手乱張るのようなもんですね。成功したかって言われるとなかなかですけど、まあ、悪くはないですね。さあ今回相手はロケホウとコウモリしかないんで、僕は雪玉を神的にやれば。さあこんにちは。いや毎回このね雪のタイミングがいいんですけど、あんまりダメージは通らないですね。でキング起動も一番最初にできてるので、まあ普通に勝ちたいよねっていう。ロケホウコウモリスケールスピーですね。めちゃくちゃ高回転ですね、相手は。まあ僕も同じぐらい高回転なので、まあ基本的にロヒョグランバーで守って、まあそのカウンターを狙っていきたいですよね、僕としては。そう。いやー、LSP が強い。いや、ランバーで守ってって言ったんですけど、いやー、これね、行きたいっすよね、ぶっちゃけ。2倍タイム入りますしね。で、相手の LSP がいなくなれば、僕のこのコウモリは最強。お、待って、なんか、違う。全然違う君。ちょっと待って。斧持ったやつが、頑張りすぎてたんですけど。違う違う。全然バルーンじゃないじゃん。まあ、そこでもありますよね。さあ、ロヒョグ絶対来る用のタルババ。いや、来んねー。いやー、さ、待ってきましたね、相手が。まあでも、これはね、耐えれると思うんですよ。てか、諦めたー。なんでやねん。まあまあまあ、やっぱこう初手ランババルのねプレッシャーによりだん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 ね相手のこうライフも削られたんでしょうというポジティブ精神でいきましょうか。はい、まあ、グッドゲームでございます。さあそしてラストバッターね、初手ラバでございます。やべえ、めっちゃ勝てる。めっちゃ勝てる。なんか昨日の夜生放送してたんですけど、最近よく生配信してるんですけど、そうミルダムっていうね、こうゲームアプリがあるんですけど、それでよく配信してるんですけど、最近トロ上げするって言っても全然トロ上がんなくて、すごい苦戦しちゃったのに、思った以上に初手ポンポンしといた方が勝てるかもしれないですよ、本当に。クロロはマジでなんかこう、よし集中する、よし頑張る、いや今回だけは勝つって思ってやっても勝てないじゃないですか。あーもうめんどくせえぐらいのこのね。ゆるい感覚の方が勝てるかもしれません。アントニオ、よろしく。そう、あ、待って。いや、これはね、なしなしなし。セーフ。ショテラバス。これで、ショテラバス。オッケーオッケーオッケー。今のは、相手のちょっとショテウォールブレイカーに反応しちゃいました、ね。まあ、これはショテラバで、ラバを出してから考えれるんですよね。相手がこう逆サイを攻めてきたら守ったり、攻めてこなかったら普通にバルーンつけたり、なんかね、後出しで考えられるのが強いですよね。さあもう初手ラバル組んで、まあ、あとはコウモリとかに矢の雨をしたいよねっていうように矢の雨を構えます。コウモリが行きます。コウモリが来るとファイボからのかな。あー、これはうまい防衛ですね。まあ一回守られますが、このエリアとかね、すごいんじゃないでしょうか。ダメージもリードしてるし、エレクサーもリードしてる。多分。これによってね、初手ラバーしたらお得っていうところは分かりますね。今ので。あ、それはちょっといいやりこぶ。まあ、インドレで守って、またね、ケツラバーからの、逆サイ来たら、まあ、スケトラで守るのか、それとも無視をするのか。で、ラバーの後ろにはバルーンをつけて、ディガーでおじいじいというような流れでございます。ショテラバ行きまーす。ショテラバじゃねえな。ケツラバ。で、これは、スケドラ出しても、ウォールブレイカー止まんないですし、という場面なので無視します。さあ、だいたいファイボでしたね。スケドラつけちゃいたいですよね。もうバルーンの後ろに。そしたら、ランチャンルート強制もとか狙えたんですけど、まあ、あとこれザップするだけですね。相手はこれ、スケドラと、うわ、めっちゃいいファイボ打ってくんの。オーケー。まあ、これは落ちますね、と。いや、こっからですね。本当は初手ラボでこう、一個降りたかったんですけど。ちょっと槍ゴブリン邪魔なんでね。槍ゴブ処理します。
で、ウォールブレイカー来たら嫌な雨かな。まあ、ババでも良かったかもしれないですけど。よし。で、ケツラバからの、これはもう非常にいい流れですね。相手今、こう、あんまいないんでね、攻めるユニットも。ディガーぐらいなら無視もできて、こう、なんだこう、後ろバルーンみたいな、こう、よく見ません?たまに。たまに見ないですか?こういうの。微妙になんかオシャレっぽいやつ。こうちょっとこっち側はこっちで処理してあげて、そのね、なんかタゲをこう取らせないっていう、なんか嫌ですよね。まあ、ですが、こっからのさ、バルーン行きましょうか。で、右こう矢の目が間に合う。で、爆破で、あのコウモリたちは消えていく。で、ボム来たら速攻ザップ。で、ここザップ打ったら一発、オーケー!さあ、ゲットゲームでございます。まあ、ショテラバは、ダメージにはね、まあ、若干つながり、エリクサーもリードでき、ちょっと流れをね、掴むことには非常にね、優秀でしたと。まあ、いうわけで、本日のね、感想ですね。初手最強選手権。まあ、圧倒的エリゴレナンバーワン。で、ナンバーツーは、個人的には、ラバ。うん、初手エリゴレ、初手ラバ。で、まあ、どうだろうな、枯渇なんかね、なんか普通の試合になっちゃったんで、もう。ね、で、ゴレも初手来なかったんで、この2個は考えられないってことで、初手エリゴレ、初手ラバー、初手ランバーバルーンのね、トップ3がね、決まりましたねと。というわけで、ぜひね、皆さんもこう、初手戦術ね、あんまおすすめはしないですけどね。あんまおすすめはしないんですけど、ぜひね、やってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。